天の女王とは、古代の地中海と近東の多くの古代の天空の女神の称号である。すでに言及されている基地の女神の名前には、イナナ、アナと、イシス、ヌと、アスタルト、おそらくアーシラトなどがある。ギリシアローマ時代には、ヘーラーやユーノーがそう呼ばれていた。崇拝の形式と内容は多様である。紀元前2334から2154年頃。 古代アッカドの円筒印象には、ライオンの背に足を乗せた女神、イナンナの前に、ニンシュブルが立って、女神を拝む姿が描かれている。イナンナは、シュメール神話の愛と戦いの女神である。人間や、動物の交尾や、シゲヒロシには関わっているが、イナンナは、母なる神ではなく、出産にも関わっていることは稀である。イナンナは、雨、嵐や金星とも関係がある。 アンミツドゥカ王の金星年度版は、紀元前17世紀半ば頃に編纂されたと考えられており、金星年度版を、光り輝く空の女王、または、光り輝く天の女王と呼んでいる。天の女王の称号は、古代を通して多くの異なる女神に用いられたが、イナンナはこの称号が、最も多く与えられた人物である。実は、イナンナの名前は、古代シュメールで文字通り、 天の女主人を意味する、ニー・アンナに由来することが多い。にも、彼女の名前の設計文字が、歴史的に両者の一心同体というわけではない。一部の神話では、イナンナは古代シュメールの月の神、ナンナの娘として描かれている。しかし、他の文献では、エンキやアンの娘として描かれることが多い。シュメールで、イナンナは、紀元前3000年頃、天の女王と呼ばれた。 北部のアッカドでは、彼女は後にイシタルとして崇拝された。シュメール人の女児誌、イナンナの冥界下りでは、冥界の一番街の門で、イナンナが挑戦を受けた際、次のように答えた。私はイナンナ、天の女主人です。私は東へ行く途中です。アスタルトは馬車に乗って、馬車の上には四本の枝があり、サイダのユリアマイサ硬貨の裏側にある。アスタルトは聖職、生殖。 性愛、戦争と結びついている。彼女のシンボルはライオン、馬、スフィンクス、鳩金星を示す縁の中の星である。芸術作品にはしばしば彼女のヌードが展示された。アスタルトはアプロディテイという名でギリシャ人に受け入れられた。フェニキア・ウガリット神話における戦いの女神アナトはアスタルトと同じく処女神であると同時に豊上の母神であり、 愛の女神でもある。天の女王と神々の女主人という称号を持つ。ウガリット湿度のバールと、アナトの神話軍の中のアナトと、中国神話の聖王母と比較し、死の女神、女戦士や王権の守護神としての神格、神聖などを共有していることを指摘する。太陽を落としたと言われる弓の名手、ゲーが聖王母に、不死の薬を与えられたが、アナトと悪派との物語と、 顕著な類似点がある。天の女王は聖書の中でも触れられており、研究者らにより、アナとアスタロテあるいはイシュタル、アシュトレと、またはそれらを複合したものなど、様々な異なる女神と関連づけられている。天皇へ信仰はエレミヤ書の中で、こうした宗教的な信仰が主に、ユダの民を約束の地から去らせると宣言させる原因になるだろうとして預言者が非難する形で、 言及されている。エレミア書7章17節あなたは彼らがユダの町々とエルサレムの巷でしていることを見ないのか。子供らは焚き木を集め、塔たちは火を焚き、女は粉をこね、パンを作って、これを天候に備える。また彼らは他の神々の前に酒を注いで、私を怒らせる。エレミア書44章15節から18節その時、自分の妻が、 他の神々に功を炊いたことを知っている人々、及びそのところに立っている女たちの大いなる群衆、並びにエジプトの地のパテロスに住んでいる民はエレミアに答えて言った。あなたが主の名によって私たちに述べられた言葉は私たちは聞くことができません。私たちは誓ったことをのみ行い、私たちが元行っていたように天候に滝、き、またその前に注ぎます。 すなわち、ユダの町々とエルサレムの巷股で、私たちと私たちの先祖が行ったようにいたします。その時には、私たちは良食には飽き、幸せで、災いに遭いませんでした。ところが、私たちが天皇に甲を炊くことをやめ、酒をその前に注がなくなった時から、すべてのものが乏しくなり、剣と飢饉に滅ぼされました。紀元前6世紀から7世紀にかかる当時、 エジプトには、ヤハウェの神殿があった。神殿は、エレファンティネ島のユダヤ人コミュニティの中心であり、そこで神殿のパピルスでは、アナベテルあるいはアナトイヤフとされるヤハウェと女神、アナトが共に崇拝されていた。女神アシェラ、アナト、そしてアスタルトは、今日のシリア、ラスシャ村で発見されたウガリットの図書館の遺跡の、年度版では個別の神として、初めて登場する。 一部の聖書学者は、天の女王という称号のもと、これらの女神を一人とみなす傾向がある。ジョンデイは、紀元前千年のテキストでアシェラただ一人を天の女王とする、あるいはとりわけ、彼女を天と関連づけるものは存在しないとしている。福音主義の聖書学者フレドリック・ブルースは、アスタルトとアシェラと別個の二柱の女神として区別している。イシスが、息子の世話をする彫像。 ルーブル美術館所蔵。アプレウスが書いた天の女王とは、イシスのことである。イシスはエジプトで最初に崇拝された。ギリシャの歴史学家ヘロドトスが、紀元前5世紀に書いたように、イシスは、すべてのエジプト人が崇拝した、唯一の女神であり、彼女の広い影響力は、ギリシアの女神デーメーテールと、同一視される。 アレクサンダー大王のエジプト征服とプトレマイオス一世によるエジプト文化のヘレニズム化の後、天の女王と呼ばれるようになった。ルキウス・アプレイウスによる小説、変容第11巻の第47章でこれを実証しており、文中で彼の登場人物は天の女王に祈りを捧げる。女神自身は彼の祈りに応え、自分が天の女王であり一室であることを明確にする。 長い独白をした。そして涙を流しながら、その強大な女神に祈った。祝福された天の女王よ。翻訳。ありがとうございます。